剣豪軍の砦、ラオウの行方を聞き出そう。Thank you.
のラオウが、覇者剣王が夢にまで怯えるというのか。まだ戦おうというのですか。もう勝負はついたはずです。ユリアン、ウヌはこのラオウに情けを。このラオウ、もはや剣王の名はいらぬ。魔王となりて、ケンシロウを血の海に砕き、沈めてやるわ。何？ユリア様が。何とぞ、不動様の助けを。戦って、不動の父さん。僕たちなら大丈夫。父さんの息子なもの。何あれ。不動、ウヌが動かずとも、こちらから出向いてやるわ。万人に慕われる善の不動だが、今の俺に必要なのは、ウヌの中に流れる鬼の血。不動よ、鬼神となって俺と戦え。さもなくば、子供は全て殺す。カロウ、ついてこい、ラオウ。かつてこのラオウが唯一その存在に恐怖した男よ。ゴダ、参りました。カスどもめ、鼻から敵ではないわ。不動とか申したな。お主、物の命を何と心得る。命、考えたこともないわ。母も知らぬ、父も知らぬ、故に命も知らぬ。なんだ貴様。ラオウ、動けぬか。鬼には勝てぬか。確かにあの頃は、倒し奪い、食らい飲む悪鬼の生活だった。だがあの時。なんだ小娘、俺が怖くないのか。何を隠しておる、どけ。高いでしょう。これが命よ。俺はそれまで、命などはウジ虫のごとく湧き出るものと思っていた。しかし俺は、その子犬のあまりのか弱さにたじろいだ。そして幼かったユリアに知るはずのない母を見た。お許しくだされ、ユリア様。この不動、汚れなき命のため、鬼神となって戦おう。ふん、恐怖など飲み込んでくれよう。貴様の血とともに。良いか、このラオウの体、一歩でも退いたら容赦はいらぬ。この背に向かい、全夜打ち放て。もし退くようなら、このラオウの死、弟に勝てぬただの愚形。クド、俺の血をすする気で来い。さもなくば、貴様に勝ち目はないぞ。ああ。
から恐怖を拭い去るにはうぬしかおらぬわ。まだだろう。そうだ、俺の中に鬼を見る。これ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 。進ませるのは子供たちの心。お前に見えるか、この悲しき瞳に宿る力が。ぬ、この目は。ケンシロウ。シリー、ラオー。なんと、まさかこの剣王が退いていた。悲しみを知らぬ男に勝利はないのだ。父さん、お前たち、父さんは勝ったのだ。みんな強くなったな。貴様ら、なぜこの剣王をいなかった。しかし、あの時不動をいれば。どこまでもゲスな奴らよ。破れて命を拾おうとは思わぬわ。勝ったんだよ、父さんは。勝ったんだよ、あのラオウに。そうか、これからはその手でこの子供たちを、そしてこの時代を抱き包んでくだされ。父さん、悲しみを知る人間こそ強者。悲しみを知らぬ人間に勝利はない。
燃え盛る炎もこの完璧なる肉体を焼くことはできぬ。されど悲しみはこの肉体を凌駕するというのか。俺を恐怖させたもの、それは愛か。ならばケンシロウに勝つ道は一つ。ユリアよ、このラオウ未だ愛を知らぬゆえに悲しみが見えぬ。愛とは、悲しみとは、知る術は一つ。ユリア、お前の命をくれい。ケン、あれは…か…ラオウが呼んでいる。リン、バット、お前たちがこの最後の戦いを見届けるのだ。